まあ、スティーブをね、みんなが使わない理由は、おもんないからやねん。マジで。それ以外ない。なんで使わないんですかって言われたら、おもんない。使いたくないから。それだけ。本当にそれだけ。スマブラとはちょっとかけ離れてるから、やりたくないっていう。本当に言ったらそれだけの話なんだよ。かけ離れてれば注意すぎだけど、まあ、ちょっと、ずれてるから、まあ、ちょっとやりたくないなっていう人が多い。まあ、どのゲームでもあるのよ。ただなんか、他の格ゲーとか。なんかその突出してて、しかも、なんかめっちゃハイスタンダードなキャラとかだったら多分マジでみんな使うと思うんだよね。なんか別になんかプロゲーマーでもさ、人間だから同じ。みんなと同じ、そのゲームを楽しむゲーマーだから。なんかさ、プロゲーマーってかなんかさ、やっぱ、プロって言葉がさ、やっぱなんかちょっとお堅いというかさ、なんかプロゲーマーなんだから、100%勝ちに行くでしょう、みたいなのは、風潮あるよね。いやまあ、もちろん勝ちには行くんですけど、なんかその、プロなんだったら、勝つことに全てを捧げろよ、みたいな雰囲気あるよね。プロゲーマーってさ、ゲーマーのプロなわけよ。ゲーマーのプロなの、プロゲーマーって。ゲーマーってさ、みんなゲーム楽しいからゲーマーなんでしょ。それのプロなんだから、お前らより俺らの方が楽しんでんのよ、このゲーム。言っとくけど。悪いけどね。悪いけど、お前らの何倍もこのゲームやってるし、お前らの何倍もこのゲーム楽しんでんのよ。だからプロゲーマーやってるわけで。使いたいキャラ、使いたくないキャラは使わないし、使いたいキャラを使うっていうのは、プロゲーマーも一緒なんだよね。プロなんだから、カスタムに強いけど絶対使えよとか、まあないんだよね、別に。後ろ投げ、渋すぎる。なんかガロの投げ弱。弱くていいけど。ああ、強すぎる。まあ、向き不向きはあるしな、キャラは。なんだこいつ。楽しくやらないと強くなれないしね、基本的には。義務みたいなゲームやっても、大体、そこがつくね、モチベーションに。スティーブって言うとやっぱスティーブの悪口言ってるように聞こえちゃうけど、まあ、別にこんなん別にスティーブじゃなくてもそうだな。リトルマックが最強でも絶対リトルマック使わないから。これはそういうキャラだから使われてないよっていう話だ。スティーブに関してはね。別にスティーブがっていうよりは、まあしょうがないかなっていう、そのキャラの性質上。いい投げ。やだ、危ない、強すぎる、このコンボ。お願い。
でもね、ちなみにスマホもね、多分なんか、ベヨネッタよりも、ちなみにスマホ、クラウドの方がね、多分使用人口だわ、多かった。多分。なんかその大会でどれだけ結果を出してるとか、なんかその話題性的にその、どっちが強かったみたいな話をすると、多分ベヨネッタが強いんだけど、クラウドの方がね、多分大会の使用率とか、その上位勢の使ってるプレイヤーの数とかで言ったら、多分クラウドの方が全然多かったっすよ。やっぱそのベヨネッタの方がちょっと異質で、まあ、クラウドの方がまあハイスタンダードっぽいキャラだからなんだよ。クラウドの方がね、みんな使ってた。日本人は特にじゃないかな。日本人はそういうのにうるせえから、特に。まあ、クラウドの方がベヨネッタよりかっこいいし。まあ、ベヨネッタもかっこいいけどね。さすがにやっぱちょっと FF からの参戦。ちょっとかっこよすぎて、さすがにみんなクラウド使いたかったってもあると思うけど。危ない。クラウドをね、サブでクラウド使ってる人もめっちゃ多かったんだよな、スマホのクラウドって。まあ、そのハイスタンダードのキャラってさ、いわゆるその、スマブラ上手い人間がさ、ちょっと気軽にサブに据えるじゃん。スマブラ4でね、ベヨネッタをサブに持ってますって人はね、あんま多くなかったね。まあ、ベヨネッタをやるんだったら、もうベヨネッタやりますみたいな人が多かった。クラウドは、なんかメインで使ってる人もめちゃくちゃ多かった上に、サブでなんかポケットからクラウド出てくるみたいなのもめちゃめちゃ多かった。けどまあそこは言うて好みの問題だからね。いいんだけど。おお、なんか海外大会の話とかもしちゃったし、またついに話すことがなくなってきたぞ。なんか擬態してる、このドンキーコング。空が出ない。重い。この試合でっか。デブすぎて草。ほい。いい技。いい技だよなこれ。そんな性能高くないけど、まあ、あると嬉しいって感じ。フレーム強すぎ。おない。なに？俺の DNA の無敵を超えてきた？やるじゃねえか。体でっか。よいしょ。ラッキー。
せい。だ。長い。